はい、それでは発表を始めます。よろしくお願いします。個人情報扱うアプリと暗号化についてで、まず私なんですけど、四方博士と申します。サンサン株式会社という会社で働いていて、サンサンっていうのは名刺管理のサービスをやっている会社なんですけど、2つアプリがあります。法人向けのサンサンと、個人向けの8っていうアプリがあって、おそらく多分皆さんは8の方をご存知だと思うんですけど、まあ、私はそのサンサンっていう法人向けの方の開発チームリーダー兼 iOS アプリの開発エンジニアを担当しています。で、私は、まあ、IT エンジニアになる前は海上自衛隊員とかをやっていて、まあまあ、あんまりいないタイプかなと思っています。で、個人情報保護士っていう資格を持っていて、でこの資格は個人情報についての知識であるとか、マイナンバーとかにある知識であるとかを持つっていう資格なんですけど、サンサン株式会社に入るとエンジニアとか営業とかそのバックオフィスとか関係なくこの資格を取らないといけなくて、今日サンサンのブースでラムネ配ってる お姉さんとかもこの資格を持っています。はい。で今日のお話の前段なんですけど、まあ、サンサンは自社サービスの会社なんで、その話と、私は B2B の方の担当しているんで B2B の話で、さらに個人情報を扱うアプリと暗号化のお話で、開発チームリーダー視点で進めさせていただきます。はい。で、まあ、お話のアジェンダなんですけど、個人情報保護士が語る個人情報について、まあ、個人情報とは何なのか、その定義とか、どういう場合にこれは個人情報になるのかみたいなことと、iOS アプリの暗号化で気をつけるポイントと、 B2B アプリの、まあ、この暗号化とかに関するケーススタディですね。で、おそらく、まあ、いろんなレベル感の方がいらっしゃると思っていて、 iOS でセキュリティあんまり触る機会がなかった方とかは、まあ、iOS でこういう暗号化のポイントがあるのかという感じで聞いていただければなと思ってます。で、セキュリティある程度知ってるよっていう方は、まあ、B2B のケーススタディとして眺めていただければと思います。はい。まず皆さんのアプリでは、個人情報を扱っていますか？ご自身が開発されているアプリで、個人情報を扱っていないっていう方、ちょっと手を挙げていただいていいですか？おー、もうほぼいらっしゃらない。なるほど。皆さん、ちょっともう皆さん、じゃあ知ってるんじゃないかっていう気もしてきたんですけど、じゃあそもそも個人情報とは何なのかっていうところですね。で、個人情報とは、生存する個人の情報なんですね。なんで、ニュースとかで亡くなった方の氏名とか公表されると思うんですけど、あれは、この生存する個人の情報という要件を外しているんで、名前が出せると。で、二つ目に、特定の個人を識別することができるものなんですけど、一つでは個人とを特定できなくても、複数の組み合わせによって個人を識別できるようになるものも個人情報なんですね。なんで、ちょっと進めていきます。例えば、氏名とかメールアドレス、年齢、性別、住所、電話番号、顔写真入りのアイコン画像、位置情報とかですね。例えば山田太郎さんっていうのだけだと、どの山田太郎さんかは特定できなくても、顔写真入りのアイコン画像とセットだと、それはもう完全に一人を特定できるようになってしまうんで、それそうなると個人情報になります。で、サンサンっていう会社は名刺を、機械と人間のハイブリッド式でデータ化してるんですけど、そのデータ化する作業をクラウドのオペレーターさんとかにクラウド経由で依頼してますと。で、その時に個人情報を漏洩しないために、それぞれの名刺の情報を、例えば名字は名字、下の名前は下の名前、肩書きは肩書き、会社は会社みたいなので、一つ一つバラバラにして、翻訳というかデータ化を依頼してます。で、そうすることによって、この個人情報の組み合わせによって個人情報にならないようにして、データにしてもらってる、断片化してデータ化してもらってます。で、なぜアプリで個人情報を守るのかっていうのは、まあ、個人情報取扱事業者っていう概念がありまして、基本的に、5000件を超える個人データを過去6ヶ月以内のいずれかの日に扱っていると、個人情報取扱事業者になります。で、まあ、例外はあって、教育機関とか国の機関とか地方公共団体とかはここに当てはまらない、ないんですけど、それ以外の事業で個人データを扱っている人々は、もうこの個人情報を管理する義務がそもそも出てきますと。
で、個人情報保護法が改正されると、この今5000件っていう括りがあるんですけど、その件数のによる除外がなくなって、1件でも扱ってると個人情報取扱事業者になります。で、まあ、個人情報流出のリスクとかは、まあ、ニュースとかで、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、かなり前に、とある教育事業の会社とかで、その教育個人情報がすごい流出して、まあ、流出対象の一人一人に500円ずつ払っていったら、あの、総額の損失が200億円を超えるみたいな話があって、まあ、今の話は、その技術的なリスクというよりは、まあ、人間が悪意を持ってやったことが原因だったので、まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、そういったその事業のリスクが、発生しますと。で、やっとここに来て今日のメインの話にたどり着けそうなんですけど、その企業が iOS のアプリを導入する際に、そのセキュリティの基準とかがあって、で暗号化しかけるっていうのはそこの、まあ、そこの基準をクリアできるかどうかみたいなとこなんですね。で、そこの基準をクリアできないと、サービスの利用拡大チャンスを逃すっていうことになって、まあ、営業さんが頑張って靴すり減らして取ってきてくれた案件なんですけど、あの、チェックすると、なんか、導入できませんでしたみたいなちょっと悲しいことになってしまいますと。はい。で、アプリでじゃあどんなものを暗号化して守らないといけないのかっていうと、まあ、大きく分けて2種類あります。で、Web API や Web View などの通信と、ローカルに保存するファイルやデータで、ちょっとまあ、あの次のトラック眺めてると APS の話とかされるみたいなので、結構ここははしょろうていきますね。まあ、基本的にその HTTP とか WebSocket だったら WS とかいうプロトコルは、その送ってる内容が暗号化されてなくて、途中で傍受してたら誰でも内容が全部見えちゃいますと。なんで中身も見えちゃうし、改ざんもされてしまうことがあるんで、あの SSL 通信、例えば HTTPS とか WebSocket WS だったら WSS とかを使って、通信内容を暗号化して改ざんとか傍受されないようにしましょうと。ただですね、その HTTPS を使ったからといって 100% 安全なわけではなくて、あのプロキシとかを間に挟んで中間者攻撃とかをすることで、まあそれを破れたりするようなハックもあって、まあ、基本的にはまあサーバーサイドでいっぱい頑張ることなんで、まあアプリ側では設定ミスとかを、その ATS を無効化するとか開発陣結構やると思うんですけど、それがプロダクションに入らないようにしましょうみたいなところがあると思っています。はい。で、まあちょっとツールとかハックとかはちょっと公の場で喋ったら、まあ怒られること間違いないので、ぜひ気になる方はあのパケットキャプチャーとかそういうのをググってみるといいと思います。はい。はい。で、ローカルに保存するファイルやデータなんですけど、もう、この、わざわざアンダーライン引いてるこの1点に尽きるんですけど、可能であれば、個人情報はローカルに保存しないことが望ましいと。で、まあ、暗号化って、そもそも、あの、当然計算して複合化する処理もかかるんで、パフォーマンスの問題もあるし、その、ローカルに置くことによって実装とか、まあ、エラーとかファイルとかいろいろ考えないといけないことがたくさん増えるんで、できるんだったら置かない方が絶対にいいです。ただ、オフラインでアプリを利用する場合とか、あの検索とかでパフォーマンスが悪いとか、どうしてもそのキャッシュさせておかないといけないっていう状態がある場合は、もう利便性のために、まあ、ローカルに置かざるを得ないですと。で、私たちのアプリも本当だったらもう完全に、ローカルにデータを置かずに、あの全部サーバーに置いといて通信で取ってきて表示するだけみたいなアプリにすればいいんですけど、まあやっぱりその使う人にとって名刺管理のアプリで自分の名刺が見れない瞬間がある。例えば地下に入った時とか飛行機に乗った時とかに名刺見ようと思って見れないって言ったら、普通のその名刺の管理フォルダーとか物理的なものより劣ってしまうんで、まあそれはさすがにアプリとしてできないなっていうのはあります。はい。で、iOS アプリの、その、ディレクトリの構造なんですけど、iOS アプリはそのサンドボックス構造っていう風になってて、基本的に他のアプリから、保存したファイルにアクセスされることはありません。で、iOS 8.3 からこれは厳格化されて、で、iOS 8.3 より以前は、あの、パソコンに USB で iPhone つなぐと、そのサードパーティーのファイル管理ソフトとか、で、まあ、いろんなアプリの中身とかが見れて、なんかリソースとかバンドルしたなんかファイルとかをこう引っこ抜いていろいろとかできたんですけど、
8.3 以降は、まあ、ジェルブレイクとかしてない限りは大丈夫ですと。で、まあ、昨日のシリキッドのお話の時とかもあったんですけど、そのアップグループっていう同じデベロッパーのアプリの中とかでその共有のコンテナとかを持ってて、これはアプリの外にある領域になります。はい。で、はい、ちょっと巻きでいきます。ファイル作成するときにファイル保護の種類って4種類ぐらいあります。でこれはもうアップしてるのを見ていただいたらいいんですけど、基本的にそのデバイスロックしてるときに暗号化して、デバイスのロックが外れると符号化されるっていう仕組みです。で、パスコードロックしてない人はちょっと救えないのと、NSUR セッションとかの、ダウンロードタスク、バックグラウンドトランスファーみたいに、デバイスにロックがかかってても動くようなものは注意が必要です。で、iOS 7以降は基本的に、まあ、1回だけその暗号化がかかるっていう設定になってます。で、今日一番ちょっとおすすめなのが、このデータプロテクションっていう機能があって、これ、Apple デベロッパーのアプリのアイデンティフィア設定のところでデータプロテクションっていう項目があって、ここで、例えばこの、シェアリングパーミッションズ、コンプリートプロテクションってやると、これはデバイスロックした時には完全に暗号化する。で、ロックが解除されると、符号化されるっていう設定なんですけど、この設定を、Apple デベロッパーと X コードでしていることで、さっきと一緒なんですけど、ファイル作った時に自動的にその設定がデフォルトとして入るようになるんですね。で、これは何がいいかというと、まあ、ファイルを作る時にその属性を意識する必要がなくなるっていうのと、例えば SDWeb イメージとかライブラリーがファイルを作る場合があって、そういった画像ファイルとかまで、ファイル作成する時まで、あのコードをいじらずに暗号化がかかるようになります。これはまあ新規にアプリ作るとき、新規にファイルを作るときから反映されるんで、新規にアプリを作るときはぜひこれをオンにして作っていかれると良いと思います。はい。で、でそれ以外のパターンですね。自力でファイルを暗号化するっていう方法も用意されていて、セキュリティフレームワークとかにそのコモンクリプトっていうライブラリーがあって、そういうものを使って自分で暗号化とか符号化することもできますと。ただ、こっちは先ほどのデータプロテクションとかと違って、iOS デバイスの恩恵をあんまり受けられないんで、まあ、パフォーマンスに注意が必要ですと。で、暗号化符号化に使うその秘密鍵をどこに置いとくのかみたいな話があって、あのコードの中にまあハードコーディングするとかよくないんで、サーバー側に置いたりとか、まあ、毎回ワンタイムで発行してもらうとか、いろいろこう考えないといけないことはこれも増えるんで、まあ一方じゃない限りは使わないかなという感じですね。はい。で、今度はファイルからデータですね。で、基本的にそのセキュアな情報は、まあ、置かない方がいいとは言いつつも、あのログイン後のアクセストークンとかどこに置くんだっていう話があって、まあ、これはその iOS のキーチェーンサービスっていうのがあるので、まあ、データを OS に預かってもらいましょうと。で、同じデベロッパーのアプリ間であれば共有できるし、まあ、アプリはインストールしても消えないんで安心ですと。ただ大きなサイズのデータは扱えないんで、まあ、そういう時はデータベースと、RELM とかコアデータとかを使いましょうと。で、あのユーザーデフォルトは使いやすくて、 iOS アプリ作り始めた頃は何でも入れちゃったりするんですけど、セキュアな情報は置かない方がいいですと。ちょっと待ちでいきます。で、ケーススタディなんですけど、B2B で意外に寛容だったところは、ローカルにデータとかファイルを置かないようにしておけば大体許されると。で、MDM っていうその端末管理の仕組みとか、リモートワイプをちゃんと設定されてる会社だと、むしろ、なんかこっちが頑張って暗号化しなくても、その会社の責任で、処理するんで大丈夫ですみたいな話もあったり、利用後はもう毎回絶対ログアウトするんで、データ残らないんでどうでもいいっていう話とか、まあ、ジェールブレイクとか、パスコードロック未設定してる人なんかいないんで、そこは大丈夫ですみたいな会社も、まあ、半分ぐらいはあります。で、逆にそのシビアなところは大企業ですね。大企業とか、まあ、金融とかそういう厳しいところで、さらにその全社導入する場合、アプリをその社員全員が使ってもらうケースとかだと、全利用者に管理が行き届かないんで、アプリ側で頑張ってくれっていうところですね。で、あとはまあ端末管理とかがなくて、その自分の端末を使っていいよっていう基準を引いている会社とかは、かなりアプリ側が頑張らないといけないですね。はい。で、まあ今日お話しした内容は、まあ
いい資料があって iOS のセキュリティっていうアップルが出してるホワイトペーパーがあって、ここにまあいろんな話が書いてあるのでぜひそちらを見てみてください。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。それではの Q&A の時間に入りたいと思います。サーバーに送ったら、サーバーに送る間に傍受されたら個人情報が漏洩しちゃうと思うんですけど、ローカルにあったら、まあ、その端末が盗まれたりとか開かれない限りは盗めないってやつなんですけど、そうですね、基本的にその、iCloud の iPhone を探すとかが有効に設定されてると、それまでの端末盗まれたりしても暗号化されてれば時間稼ぎができるっていうのと、まあ、その消すっていうことがリモートからできるようになるんで大丈夫っていう感じですね。ただそういうロックをされてないと、暗号化って結局その総当たりをかけるといつかはこう解けてしまうものなんで時間稼ぎにしかならなくて、なんで一応セキュリティレベルは上がるんですけど、ただそれも時間稼ぎでしかないんで、基本的にサーバー側に全部置いといた方がいいですという感じですね。あとはまあそのキャッシュに有効期限を持たせるっていうことですね。有効期限が来たら消すとか、中身を全部クリアするとかいう感じですね。すいません、回答になってますかね。サーバーに送った時に盗まれるってことはないんですか？盗まれるパターンも当然あると思うんですけど、それはもうどちらかというとその認証の有効期間ですね。アクセストークンとかログインして発行してもらった時にそのトークンの有効期間を短くするであったりとか、なんで常に例えば1日時間が経ったらもう一回ログインが必要になるみたいな。はい。iOS のデータプロテクションをかけてると、どれぐらい盗まれないのかっていうのをちょっと見解求められた時ってどんな言い方してるのかなっていうのが気になりました。基本的にそのアプリ側でできることとレベルは変わらないんで、まあむしろ OS がやってるんでそれ以上自前で頑張るのは難しいかなっていう感じですね。なんで僕らだと例えばそのローカルにデータを置けるオプションと完全にサーバーだけにするモードみたいなのを用意してて、それは会社で設定で一元管理してて、この会社はキャッシュを置けないようにするとか、そういう切り替えをできるようにしてます。ありがとうございます。なんか中間者攻撃パターンっていうのは、例えばなんか知らない Wi-Fi とかにつないでて、その Wi-Fi が暗号化されてない場合とかは、ですね、暗号化は基本的にされてるんですけど、その証明書を、偽って俺本物だぜみたいな感じで言って一回見せてそのまま媒介して投げるみたいな、まあ、ちょっとバイネームを上げるのもあるんですけど、ね、聞いた記事で今城さんっていう方の記事を読むとちょっと詳しく書かれてるのでおすすめです。はい、ありがとうございます。ちょっとお時間になったので質問はこのぐらいで、この後の、セッションの後に休み時間がありまして、その時に暑さスピーカーコーナーに、四方さんにいらっしゃるので、その時に何か続きがあれば、聞いてください。ではもう一回の四方さんにファクションをお願いします。